平野耀と神宮寺勇太のマグロデートがファンの対立を招き、特定行為によるマナー違反が議論されています。平野耀と神宮寺勇太がマグロデートを楽しんでいる様子がファンの間で話題になっています。 しかし、その一方で特定の飲食店に関するファン同士の対立が巻き起こっており、ファンコミュニティ内で、マナーリファンについての議論が繰り広げられています。7月10日、元キングプリンスへのメンバーである平野市洋が、自身のインスタグラムに、実は神と出かけてたよう、小海の方を行ってマグロ食べてきた。 と投稿し、同じく飛べ、事務所に加入した神宮寺優太とのマグロデートを報告しました。この投稿には、二人の笑顔で白米を食べる様子や注文したマグロ定食の写真も含まれており、ファンにとっては喜ばしい瞬間でした。しかしこの投稿に対して、熱心な平野ファンが、二人が訪れた飲食店の特定を試みました。 写真から店内の雰囲気や料理の盛り付け、小鉢などをもとに神奈川県防署の特定の飲食店であることを突き止めたと報告しました。これにより一部のファンからは特定行為への反発や批判が集まっています。 死のタレントが食べたものや訪れた場所を共有し合うことは理解できますが一部のユーザーはこの店の住所や電話番号を SNS で公開し、飲食店に迷惑をかけているようです。飲食店によっては、これを宣伝と受け取る場合もありますが、平野は写真に写る店内の内装にぼかしを入れて、店の特定で迷惑をかけないようにしているように見えます。 そのため、多くのファンからは、ご飯屋さんもう特定されちゃったんだね。店とかに迷惑かからないことをめちゃくちゃ願ってるよ。それが原因で写真上げてくれなくなるのだけは絶対避けたいから、プライベートがわかるのは嬉しいけど、特定とかしすぎると載せてくれなくなるよ。特定して拡散してる人、すぐに投稿削除して、など、マナー違反だとする苦言が目立っています。 テレビ史ライター、平野史洋は、ジャニーズ事務所を離れてから約1ヶ月半ばぶりにファンとコミュニケーションを取る場を設けました。そのため、ファン同士の対立や議論が生まれることなく、ファンとアーティストが楽しい時間を共有できるように注意が必要です。 平野紫耀と神宮寺勇太のマグロデートはファンにとって嬉しい瞬間であった一方で感動詞の対立が生じています。特定の飲食店についての議論やマナーに関する問題はアーキストとファンの関係において重要な課題です。感動詞が互いに尊重しアーキストとのコミュニケーションを楽しむために適切なマナーと配慮が求められています。